オーストラリア空軍機王立オーストラリア空軍は、オーストラリア国防軍の空軍組織。オーストラリア国防軍3軍の一つである。1914年3月に、オーストラリア陸軍の組織、オーストラリア飛行軍団として、航空部門が設立されている。第一次世界大戦においては、大英帝国の一員として連合国側で参戦し、ドイツ領ニューギニアに送られた。後に、 中東戦線及び西部戦線にも投入されている。対戦末期には8個飛行隊を要し、士官460名、兵員2234名の規模となっていた。対戦終結に伴い、オーストラリア帝国軍が解散されると AFC も解散した。飛行学校のみが残されたが、1920年にはオーストラリア航空軍団として再編されている。 オーストラリア航空軍団は1921年3月31日に独立軍手であるオーストラリア空軍として改編された。同年6月21日にジョージ5世が王立の称号を与え8月31日より王立オーストラリア空軍に改称された。第二次世界大戦においても連合国として参加しており戦闘機や爆撃機を 欧州戦域の対独戦と太平洋戦域の対日戦の双方に投入している。太平洋戦域においては初期のマレー半島やインドネシアにおける防空戦闘やニューギニアやソロモン諸島において戦闘を行っている。第二次世界大戦後も積極的に本土外にて活動を行っている。1948年のベルリン封鎖に際して輸送機部隊を送り、 朝鮮戦争に際しても戦闘機などを1950年代にかけてのマラヤ機器でもマレー半島へ爆撃機を派遣した。1964年から1972年にかけてはベトナム戦争にも参加している。近年ではイラク戦争にも戦闘機を派遣しアフガニスタンにおける国際治安支援部隊に参加している。現在では戦乱の続く。 中東地域に FA-18 ホーネット戦闘爆撃機や空中給油機などといった主力機を展開させているほか南シナ海の中華人民共和国による干渉埋め立て問題に対してはアメリカ合衆国海軍と協調し造成された人工島付近へ哨戒機を飛ばしアジア太平洋地域における西側諸国の一員として 国際法を守る立場を鮮明に示している。2019年には、日本国内では、初めての航空自衛隊との共同訓練、武士道ガーディアン19を実施した。空軍には17,375人が所属している。また2,800人の予備役が所属している。主力戦闘機の FA-18 のほか早期警戒艦正規。 空中給油機などを装備している。対戦哨戒機である AP-3C も空軍が運用している。FA-18F 戦闘機。ありがとうございます。